マネまで選んだカフェに到着しました。21世紀最高の豆って言われてるらしいね。何回分かの食事の値段です。いや本当だよ。パナマ運河でガッポガポなのかな。新婚旅行で世界一周99カ国目の中米の国パナマに滞在中の私たち、前回なんとかパナマシティにたどり着き、念願のパナマ運河を楽しんだ私たち。教科書で習う場所を実際に目で見るワクワクがあって、予想以上に楽しめるパナマでの必見観光スポットでした。今回はパナマ運河からパナマシティに戻り、街歩きをしていきます。中米縦断乾燥にふさわしい特別なコーヒーをいただくために旧市街を早速歩き始めます。パナマシティの旧市街に来ました。結構こっちはもう先進的な都会的な感じじゃないね。ね、結構古めかしい建物、そして人混み、ね、ちょっとヤバそうな人もいる気をつけて進みましょう。パナマシティ、さすがに旧市街のど真ん中入ると治安が悪そうだね。落書きは可愛いけど、街の雰囲気はちょっとアウトな感じです。セントロストリコ。セントロストリコ。セ、ペリグロスタ。No, seguro. Seguro. Sí. Solamente que Castilla es un teño. Okay. At the Trujillo. Go straight ahead, cross the traffic light, go straight ahead. Okay. Gracias. やっぱ危ないエリアがあるんだね。ね、警察が止めてくるんだから。俺こういうことあったの、昔アルゼンチンのブエノスアイレスに行った以来。あ、昔も警察の人がこれ以上進んじゃダメだから教えてくれた。ね、怖いよね、パッと見わかんないからね。警察の人が教えてくれた方に進んだら、ちょっとずつおしゃれなエリアになってきました。ここは全然治安良さそう。こっちは安全そうだね。安全なエリアだけ行きましょう。結構旧市街はカラフルなお家とかもあって、コロニアル調で可愛い感じです。治安もいい雰囲気ですね。で、一応ここにあるのがパナマ運河の博物館らしいです。僕らは入んないですが、ここに興味のある方は行った方がいいのかも。ずっと思ってたんだけどさ、パナマの国旗ってなんかミニ四駆みたいじゃない。あ、ミニ四駆はわかるわ。すごいポップだよね。ね、今日はめちゃくちゃ暑いのと、中米の縦断が終わったということで、ちょっとご褒美にパナマビールをいただきます。いいじゃん、ご当地だから。じゃあ飲んでみます。あ、美味しい。あ、ほんと、めっちゃ美味しい。これこの間ニカラグアでもビール飲んで美味しいって言ったけど、どっちが好き？あ、ちょっと種類違うけど、あ、こっちの方が好き。あ、マジで？この間ニカラグアで自分のベストだってたのに更新すんの？あれよりかさらにすっきりしてる。へえ、でもめっちゃ美味しい。安いし良かったね。これね、80円くらいな。そうだね。0.65 ドルっていう価格なんで最高ですね。いいね。へえ、おしゃれだね。なんかこの感じさ、カルタヘナに似てない？あ、ちょっとわかるかも。やっぱコロニアルのおしゃれな旧市街とカルタヘナっぽい。うん。パナマシティってこんな感じだと思ってなかったな。私も海が近いからお土産も似た感じなのかもしんないけど、カルタヘナと。うわ、すごいね、あっち側ビル密集してる。めっちゃ久しぶりにああいう景色見るね。でもああいうとこもカルタヘナに似てない？確かにカルタヘナもそうだ。あった。一番右側になんかさ、月みたいな形で、うん、ちょっとドバイをイメージするような、うんうん、トランプ大統領の所有してるビルみたいな、うん、誰かのブログに書いてある。そうなんだ。海外の人が所有してるビルも結構あるんじゃよ。すごいな、めっちゃ都会。こりゃ物価も高いわけだね。え、遠くにすっごい貨物をいっぱい積んだ船がいっぱい見える。さすがパナマ。パナマ運河でガッポガポなのかな。いや、ガッポガポでしょう、パナマ運河で。すごいな、パナマ運河。でも一説によると、うん、イカラグア湖っていう大きな湖がある、うんうん、
中国の大きな会社とか政府が第二の運河作ろうとしてるらしい。あ、そしたらこっちガッポガッポじゃなくなっちゃう。ガッポになっちゃう。ガッポになっちゃうよ。中米最後のカフェ巡りになるかもしれません。パナマで選んだカフェに到着しました。ウニどうかな、ユニどうかな。ウニどうだよ、多分ウニどうかな。ほら、なんかおしゃれな感じ、今から特別な豆、芸者を入れてもらいます。この芸者って豆はすごい高品質なんでしょ。うん、なんかパナマのこの芸者がやっぱ世界でも一番高値なんだってね。すごい楽しみだね。ね、あ、Thank you。 食べていいんだって。うん、食べてみる。すごいいい、香ばしいね。うん、おいしい。酸味と香りがすごいあるね。あー、いい匂い。あー、グッドフレーバー。今からハンドドリップしてもらいます。特別感がすごいあるよね。ね、豆がすごい膨らんだんじゃない。Thank you。 ものすごいフルーティーな香りがして、でコーヒーの色がすごい明るい色だよね。ね、綺麗だね、ほんと。じゃあこれは大好きね。ありがとう。じゃあいただきます。いただきます。あ、本当にいい香り。おお、やっぱさっき豆をそのまま食べた感じと似てて、フルーティーな酸味だね。ああ、グアテマラで1回飲んだ芸者とやっぱ似てるわ。うん、でもとにかく苦味が穏やかで丸い味だね。で、苦味がほとんどないよね。なんかもう焙煎してない何かを飲んでるような気分になるくらいフルーティー。ね、この芸者が21世紀最高の豆って言われてるらしいね。これがそう評価されている豆らしいですね。やっぱせっかくね、パナマ来たから、パナマで有名なこの芸者はね、ちょっと飲んでおきたかったからね。実はこのコーヒー聞いてびっくりなんですけど、今オーダーしたこのコーヒーで11ドルします。1杯1400円ぐらい。我々としては破格のコーヒーです。なんか本当、何回分かの食事の値段です。いや本当だよ。けど ね、せっかくだからね、中米縦断お疲れ様っていうところも含めてね。パナマのこの芸者がやっぱ世界でも一番高値なんだってね。オークションで豆を売って50キロで2800万円。しかも日本の会社が買ったんでしょ。そう、半端なく。マジその値段で言ったらさ、コーヒーめっちゃ11ドルでも安いのかなとか思っちゃうよ ね。だってコーヒー 1g で500円ぐらい、ね、なんかほんとコーヒーは好みによって全然評価とかが変わると思うけど、とにかく他の豆とは全然違うっていうのは一つ言えるね。そうね、本当にフルーツみたい。本当にそこに尽きるって感じ。でも日本でもあの芸者は全然飲めるらしいんで、もし気になった方がいたら試してみてください。最後に新市街の方に歩いて向かってきます。すごいね、やっぱりこっちは発展してる感じね。整備されてるよね。あと異様なまでのパナマの国旗が、お、すごい量だ。自分の国旗大好きすぎるだろ。ねえ、新市街は本当に高層ビルだらけでかなり都会的でした。すごい、野生のタヌキかな。なんでこんなとこにいるんだろう、大都会に。ねえ、不思議だよ。でもドッグフードみたいなの与えられて、めっちゃ丁寧に両手で食べてるわ。夕焼けの海沿いをのんびり歩いていたらパナマサインを発見。記念に珍しく2人の写真をお願いしたら、陽気なパナマ人のジャンプ指令によって愉快な写真が撮れました。パナマの一日観光を満喫してきました。すごい楽しかったし、思ったよりか旧市街が本当綺麗でびっくりしたね。楽しかったね。まあ中米縦断もメキシコシティから始まって、このパナマシティまで
ずっと陸路で降りてきたんで結構感慨深いです。イエーイ。じゃあこの後我々は99カ国目のパナマを経て南米大陸に戻ろうと思います。なんとペルーです。じゃあ次回もお楽しみに。バイバイ。